ワルシャワ公国ポーランド・オーストリア戦争は1809年にフランス帝国影響下でポーランドに建国されたワルシャワ公国がオーストリア帝国と戦った戦争である。この戦争は第5次大仏大同盟に対してナポレオン・ボナパルト率いるフランスが起こしたオーストリア戦役の一部でもある。ワルシャワ公国軍はあえて首都ワルシャワを一時放棄することで ポーランド分割以前の領土だったクラックフやリブフを回復することに成功した。オーストリア本軍がバグラムの戦いでナポレオンに決定的敗北を喫したのもあり、ワルシャワ公国は大幅な拡大に成功した。1808年、ワルシャワ公国に駐屯していたフランス軍がイベリア半島での半島戦争に投入されたため、公国は 自身の広告軍で自衛しなければならなくなった。第5次大仏大同盟戦争が始まると、1809年4月14日に、フェルディナント・カール・フォン・エスターイコールエステ率いる、オーストリア軍が、ワルシャワ広告に侵攻した。これに対抗するワルシャワ広告軍の司令官は、最後のポーランドースタニスワフ・ニセイ、アウグストのオユゼフ・ポニャトフスキーであった。 1809年のワルシャワ公国軍4月19日、羅針の戦いで、ワルシャワを目指してくるオーストリア軍の進軍を止めるべく、ポニャートフスキは敵の2倍のワルシャワ軍を率いて戦ったが、決着がつかなかった。そこで、ポニャートフスキは、防衛に向かないワルシャワを一旦放棄し、自軍の機動性を確保した上で、ビスはカワーウガンに渡ってくるオーストリア軍を叩くという戦略を立てた。 実際、オーストリア軍は、ワルシャワ占領に成功したものの、これは、ピロスの勝利でしかなかった。元から敵と比べ少ない軍勢を、各方面の戦線に散らさなければならなくなったからで、ある。エステ大公は、ワルシャワに1万人を残し、6000人の軍団をビスワ、カワウガンへ送り、残りを取るんなど、ビスワカワサガンに送ることにした。ワルシャワは、その中央をビスワ側が、 南北に貫通している都市である。ウガンへ進出しようとしたオーストリア軍6000人は、まず、ワルシャワウガン中央部のプラガ地区を攻撃したが、ポニャートフスキが残していった1000人のワルシャワ軍守備隊に阻まれた。この4月26日のグロフフの戦いで、ワルシャワ軍のミハウソコルニツキは、大象を収めた。数日後、オーストリア軍は再び、ソコルニツキに挑んだものの、 5月2日から3日にかけてのオストルフの戦いで惨敗し、建設した橋や建築装備なども破壊された。ワルシャワ軍はビスワカワーウガンでの主導権を確実なものにした。翌週、ビエルコポルスカでヤンヘンリク・ドンブロフスキ率いるワルシャワ軍がオーストリア軍を押し戻した。ポニャトフスキがわずかな兵をワルシャワに残して南方へ移動しており、 彼と連携を取れない中での勝利だった。エステ港は立て直しを図るため、いくつもの地点でビスワ側に橋を架けとかしようとしたが、その度にワルシャワ軍に阻まれた。オーストリア軍がビスワ側に釘付きになっている間に、ポニャートフスキ率いるワルシャワ本軍が南下して、オーストリア領が立谷に侵攻した。この地域は、ポーランド分割の際にオーストリアが獲得した地域、すなわち、 ポーランド国家の丘陵であった。5月14日に、ルブリン、5月18日に、サンドミエシュ、5月20日に、ザモシチ、5月27日に、ルブフとワルシャワ軍は、ガリツヤの主要都市を次々と攻略した。占領地域では速やかに、ワルシャワ公国の行政、軍事体制が整備された。一方ビスワカワサガンでは、 ドンブルフスキやユゼフザヨンチェクのワルシャワ軍がオーストリア軍の進撃速度を削りつつあった。ついに進撃を止められたエステ港のオーストリア本軍はポニャートフスキの後方拡乱により逆に補給線を立たれる危機に陥り、包囲していたトルンを諦めて撤退し始めた。6月1日にはワルシャワも放棄し、西方で活動しているオーストリア本軍と合流して、 ガリツヤのワルシャワ軍を叩く策を取った。タイソルポニャトフスキはオーストリア軍との戦闘を避け、可能な限りガリツヤでの支配域を広げることに注力した。この頃、ロシアもガリツヤへ軍を動かしていた。ワルシャワ公国が一定以上の領土を獲得して、強大化するのを恐れたためだが、裏では、 混乱に紛れて自らが律屋の一部に居座り、戦後もオーストリアに返還せず自分の取り分とするという算段も働いていた。ティルジット条約の規定では、ロシア軍はフランス軍と協力して和平を破ったオーストリア軍に対することになっていたが、実際にはオーストリアもロシアも互いを事実上の対、フランス同盟国であるとみなしていた。 ロシア軍を率いるセルゲイゴリツインは、ワルシャワ公国への協力は最小限に抑える、要政府から命じられていた。6月11日のイドリンスクの戦いで、オーストリア軍はザヨンチェク軍を破り、18日にサンドミエシュを、ついでルブフも奪回した。しかしその間に、ポニャトフスキ軍は敵軍を避けつつ、キエルセを、7月15日にはクラックフを占領した。 6月19日にザヨンチェイク軍がポニャートフスキ軍と合流し、7月3から4日にはドンブルフスキ軍やソコルニツキ軍も合流を果たしていた。一方オーストリア本軍は7月5から6日のバグラムの戦いでフランス軍に決定的敗北を起死していた。ユゼフ・ポニャトフスキはポーランドの国民的英雄として称えられ、ナポレオンから勝利を祝うサーベルを贈られた。 シェーンブルンの麻薬により、ワルシャワ軍が占領した地域のほとんどが、ワルシャワ公国に併合された。1809年7月5日に、ポーランドに侵攻した、イのオーストリア軍の兵力は、不評18,700人、騎兵2,400人、大砲66門であった。総勢23,200人の大軍が、26個、不評大隊。 二十八個騎兵連隊に編成されていた。戦闘序列は以下の通りである。第七軍団、フェルディナント・カール・フォン・エスターイコール・エスステ中将。ありがとうございます。